箱買いしちゃったやっぱ箱買いっって気持ちいいやっぱね、人生あっという間に死ぬから、あの、欲しいものを買っちゃわないと。あの、今、ちょっとだけ我慢しとこうかななんてやってるうちにね、あっという間に目なんか霞んできておしのをよく見えなくなるから。<laughs> 死ぬまでの間で今一番この瞬間が若いんだから、一番新鮮なお目目で好きなものはバッチリ捉えとかねとよ。せっかく2箱あるから今日はこの1のやつをじっくり開けよう。見て、ワンボックスで全て揃えます。見て、この心強い言葉。多分、ヤギウヒロシが言ってます、これ。ニオウ君。ワンボックスで全て揃えます。<laughs> やばくない。これが全部自分のものでさ、しかもこれで今拠確定なんだよ。箱買いって素晴らしいね。財産じゃん、これ軽く。やばいよ。これがさ、私が今後の人生でさ、すごくだらしないことをしてさ、差し押さえとか食らった場合、ここから行かれる可能性がある。やばい。ちゃんと行けよ。今日あまりの美しさに言葉を失った。歩く世界遺産かこれさ、多分後ろの花さ、自力で探してるよ <laughs> ちょっと待ってな。<laughs> とか言って、ポポ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 ン,ポ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 ンつって。ジャッカルやばー、かっこいい一生ついてきます。<laughs> 困るだろうね。そんなことを申し出られても。じゃッカか,からしたら。<laughs> う最近圧倒的顔面。<laughs> あのさ、最近の好みが束縛する人とか連絡頻度が高い子みたいなのってさ、おそらくさ、その情報だけをさ、こうパッて聞かれたらさ、こういう男の人はどう思いますかっていうことでね、その、好みが束縛する人っていうのだけ聞いたら、すごくいいですねと答える人はそう多くないだろう。でも、これは、それはこの最近のこの顔面を考慮してない場合のことだから あの、この最近の顔面と、その、束縛する人が好きとか連絡頻度高くな、高くしてくれる人が好きみたいなのって、その情報と、この顔面が合わさった結果はもう最高のことになるから。<laughs> ムカヒーかっこいい。ムカヒーってさ、体格から言って、こうテニス部の人たちと一緒にいる時はさ、多分ちっちゃく見えてるけど、同学年の女子とかと並んだらしっかりスポーツマンって感じじゃん、多分。かっこいいよな。 体格っていうかさ、そのしかるだたいなさ、感じするだろうから、それ観測したいよねむかひさ。こう、なんか、いいところってさ、あの、このタイプの子って得意科目別に体育だけでもさ、いいじゃん。いいっていうかさ、あの、合ってるじゃん。だけどさ、無可避はそこに加えて科学と英語が得意っていうのがさ、絶妙だよね、また。あーしないし、ドレーミーゃー。カブレールも漏れてる。かわいい。なんかさ、大人になると大体の人がさ、虫触れなくなるけどさ、カブトムシとクワガタだけはなんとかみたいな人結構多くない <laughs> あれなんでなんでいけるのかな、カブトムシとクワガタ私は何でも触れるんですけど、なんか、 オンタメっていうさ、人でもさ、いける人多くないなんでだろうねねえ、白石。かばじ、なんて素敵なのなんかさ、一日中ゆっくりさせてあげてさ、あの、美味しいものとか食べさせてあげて、なんかプレゼントとかもあげる、そういう日を作りたい。<laughs> 母の日とか父の日みたいな、ね。<laughs> ちょ、並んだらかっけえな、この二人。背負え、国など。はあ藤井、その美貌と柔らかな微笑みで一体何人の初恋を奪ってきたんだ、犬。 私の富士君への恋心が実る確率0%だ。食い気味にありがとうございます。お、知念背中で語ってるかっこいい。知念がさ、雪を見てみたいって思ってるのめっちゃ可愛くない <laughs> 子供の時からずっと思ってんだろうな。雪見てみたいって。あのさ、一個前の時かな、沖縄行ったけどさ、めっちゃ台風来てて何もせずに帰ってきたって言ったじゃん。行事で。なんかさ、その後にさ、行事で行ってるから一応、なんか課題の一環として、その沖縄にまつわる俳句を読まされたのね。課題で。<laughs> ってうんだ, <laughs> だってさ、だって何も見てねえし何もしてねえのにさ、<laughs> ただ降り立っただけなのよ。なんか沖縄が焼肉の網だとしたら、で私がカルビだとしたら、カルビだとしても焼き切ってないぐらいの感じでしかさ、ピョンピョンしかさ、置かれてないわけ。沖縄って地に、10? みたいな。こ <laughs> のぐらいでさ、1句読めと言われてもさ、な <laughs> んからエアップでさ、全員が沖縄エアップで、沖縄の句読むってさ、そんなことは沖縄も望んじゃいねえだろっていう感じだったよね。なんか瑞希すっごい馴染んでるね。<laughs> なんかめっちゃ似合うよ。なんか、いそうでもなんかこういう、ほんとに、あの、そのままで、普段からこういう感じのキャラクターとして。ひよしめっちゃかっ,こかっこいい。これ何飲んでんのミロミロなわけないでしょ。タカさん、リリシーかっけこれ,これ,これ手ちょっと気をつけてね、これ。雪 <laughs> 村、これはまた綺麗なお顔して、これ。握手してくださいこの2枚がさ、セットになってて一緒に出てきてさ、なんか、<laughs> 真田が刃物を取り出したことに対するリアクションみたい。わー、天才的。偉いよ。だって本人が望みはさ、今すぐアイドルとかタレントになれる顔してんのにさ、日々努力を重ねて。偉いよ。来てかっこいい。なんかそれすごいね。なんか成人式がすごいところのすごい人みたい。 やばい、なんか真剣な顔してるわけすっごいかっこいい。 潰すよんちょっと待って、これ、あれかも。録骨撮れてる時あんまやんない方がいいかも。<laughs> いやんと潰すよん神王2の方にはね、イとタト立花もいるんだよね。神王がさ、重ための人やなの、本当に一生好きなんだけど。わー、我らが主人公一前龍馬だよ。かっこいい。なんか帽子かぶってんのがやっぱいいね。龍馬さ、ちっちゃいしさ、こう、すっごく子供の歳のはずなのに、やっぱりなんかかっこいいって思うよね。なんかすごいほんとに少年漫画のやっぱ主人公してんだなって思うよ。あー、金ちゃん。あのケラが残っているすっげえ可愛い顔してる。こっちの金ちゃんやっぱりなんか世の中のこと分かってるよな。<laughs> 腰前、腰前なら心配いらんと思うけど、何があってもリボ 美しい。こんなことがあっていいのか。やばい。ずっと眺めていたい。でもさ、目覚めた時に目の前でじーっと見てたらびっくりさせちゃうから、遠くからさ、あの、双眼鏡とかで眺めようかな。藪の中に隠れながら。<laughs> ユータ、もなんかすっごい似合うね。富士アニも言ってるよ。ユータよく似合ってるよ、くすっつって。ふふふ。さ、この、なに、服がさ、なんかチョコレート色っぽい感じなのがさ、また可愛い,い。ユータ甘いもの好きなの超可愛い,い。大石かっこよ。なんかさ、マジでさ、大石の人生見せて。<laughs> 大石の人生って絶対素敵だから。素敵確定だからさ、見せてなんか VR みたいな感じで。もう自分の人生いいからさ、大石修一郎の人生 VR をさ、ずっと見せててよ。あ、おしたりゅうさんじゃないですかおしたりゅうさんそれなんですかバインダーですか <laughs> グリードアイランドですか、ここは。<laughs> このあたりに、ボーマーチュンが出るらしいから。気をつけん。え今今おししさん私に爆弾しかけました。 えオスタリゆさんボマなんすか何言うてんねん。爆弾の作動条件中のな。も説明しようとしてれば。説明しようとしてる。これ説明聞いたら、カウントダウンスタートして、おオゃリゆうさん。オスタリゆさん。冗談やって。ちょっと辛か,かっただけ。オスタリゆさん。数えきれないほどの思いで、薄れていってしまうけど、俺たちがピースを集めて、君と共に紡ぐから。<laughs> はいはいはい。テレプリテレプリパラダイス。一本手でゆかんでとを眠れる力を引き出せ。スプリートステップイスクリートステ やらなか、その先の構成、みんなで、これが天ニプリ、パラダイスえて直前、いろんなネでたもまだ試合は終わってないように買っといて、負けんな、俺は負けない。思い違いをしていたよ、おこの試合が無理のものとはなる、突っ走れ、パラダイス君は今、気づいてるのかなちょ、これ、一人で歌う歌じゃねえな。